はい、お疲れ様です。山です。ニアリプリカント続きやっていきます。さあ、今回で多分、人魚姫の話に行くと思うんですよね。一周目では全然わかんなかったと思うので、ここもね。まあ、わかればいいなということですよね。まあ、多分わかりますよね。向こうの事情がね。あとはまあ、郵便局員さんとなんで仲良かったのか、みたいなとこですよね。で、なんでカイネにセクハラを働いたのかっていうね。はい。じゃあやっていきましょうか。セクハラではないか。はい。まあ、配慮がなかったということで。ポポルさん。あ、お帰りなさい。魔王の城の鍵について、何か手がかりは見つかりましたか？ごめんなさい。もう少し時間がかかりそうなの。そうですか。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう、俺にできる仕事はないですか？そうね。そうだわ。赤いカバンの船頭さんを知ってるわよね。最近彼が仕事を休んでいて、海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。わかりました。任せてください。この状況前にも覚えがあるな。あの夫婦のことだ。また喧嘩でもしたのだろう。今度は喧嘩に巻き込まれぬようくれぐれも気をつけるのだぞ。やれやれ、こんな濃い霧が出たのは初めてだな。お、なんだあれ。おお、一番最初に気づいたってことかな。濃い霧。あれ？ああ、そっかそっか。サブクエまだあんのかと思った。違うよね。そっか。はい。じゃあ話を聞いていこう。ああ、もうダメ。私の人生は終わりよ。どうしたんですか？あなた方は、船頭の夫がお世話になっている。一応聞いておくが、一体何があったのだ？実は夫とまた喧嘩しちゃって、夫が家出を。どうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから。それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でもまさか一週間も帰ってこないなんて。わかりました。俺たちが探すのを手伝いますから。え、本当？嬉しい。よろしくお願いします。私を一人にするなんて、帰ってきたらきつく言って聞かせないと地獄を見せてやる。それが帰ってこない原因なのではないか。いいじゃないですか、ね、結局巻き込まれたな。以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。はい、酒場ね。はい、こんにちは。赤いカバンの男を探しているんです。心当たりはないですか？なーに、あの夫婦また喧嘩でもしたの？実は旦那さんが家出したみたいで。よくあることなんですか？今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だから、そっちに帰ってるのかも。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。
わかりました。話を聞きに行ってみます。あなた、よく見るとなかなかハンサムね。一緒に飲んでいかない？いえ、結構です。お？なんだこれ。こんな大きな船が座礁するなんて。なんだ？おい、誰かいるのか？咳？町の子供か？どこにいるんだ？こんなところに子供が。でも見ない顔だな。もしかして君はこの船に乗っていた子かい？大丈夫、そんなに怖がらなくていいよ。まさかあの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でもなんとなくわかるよ。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か？我はげんなりするが。そうなんだね。ロードが入るとすげえびっくりする。こんなんあったっけみたいな。そうなんだ。はいはいはい。まあまあ、じゃあ戻って話聞いてみようか。や、体調はどうだい？咳は収まったみたいだな。ほら、今日はパンを持ってきたぞ。おいおい、大丈夫か？よっぽどお腹が空いてたんだな。誰も取らないからゆっくり食べるといい。なあ、お前はこの船で。いや、いつまでもお前のままだと呼びにくいよな。名前は何て言うんだ？黙っていちゃ何もわからないよ。困ったな。そうだな、ルイーゼ。ルイーゼなんてどうだ？私の思いつきだが嫌かな？一応喜んでくれているのかな。よかったよ、ルイーゼ。おお、そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。はい、めっちゃ階層入るじゃん。ルイーゼ、あの配達員さんは町の警備というか、まあそういう人らには報告しなかったのかな。
中に女の子がいてみたいな。あ、でも出るの拒んでたみたいな言ってたんだっけ。だから落ち着くまでは自分が面倒見ようみたいな、親切でっていうことかな。パン食べるんだ。あの子何なんだろうね。最終的には魔物だったんだけど、まあでも崖の村みたいなもんかな。人間の姿してるけどみたいな。なんでしょうね。さあ多分これ主人公の村入ったらまた階層入るかな。楽しみだけど。あ、階層なかった。じゃあ戻るときかな。いや、こんにちは。何か用かい？海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか？家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。今どこにいるのだ、その弟は？知らないな、最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。やれやれ、また戻るのか。ああ、そうだね。配達員さんには全然危害加える感じなかったもんね。いや、考えてたんすけど、どうして、よくわかんないな。はい、男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか？あるけど、書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚かな。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。わかったわかった。こんにちは、ルイーゼ。あれ、その赤いカバンどうしたんだ？船の中で見つけたのか。そういうお年頃なのかな。ちょうどいい。今日はパンの代わりにこんなものを持ってきたんだ。リボンだ。女の子が髪に結ぶものだよ。どれ、結んでやろう。ほら、できたぞ。似合ってるじゃないか。そこに落ちてるのは。これで自分の姿を見てみるといい。そこの明るい場所なら見やすいだろう。なんだ、嫌なのか。そか、日の光。暗い場所に長い時間いたから目が弱ってるのかもしれないな。ずっとここにいさせるわけにもいかないか。なあ、いつかここを出て一緒に海を見れたらいいな。おお。あー、そっか、赤いカバンね、船頭さんものだよね。じゃあ裏で
村人を、まあ、やっちゃってってことか。あいい話には見えないんだよね。その、ルイーゼと配達員さんのやりとり。配達員さんだけ、その、恐れずに、なんだ、優しくしてくれたから、懐いたっていうことですかね。他の人たちは、なんか、その、化け物を見るような目で、とかなんか、やばかったから、消しちゃったみたいな、どこなのかな。違いがね、よくわかんないんだよ。でもいきなりさ、襲いかかってくるってこともないよね、他の人たちもさ。どうなんでしょうね。まあ、聞いてみようか。進めてね。話を進めてみよう。あれ、配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ。荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。何か知りませんか？悪いけど、俺は力にはなれそうにないな。そういや、仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。家出で行方不明になった者が二人。偶然であろうか。その子の行き先に心当たりは？そうだね。もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。やあルイーゼ、今日の分の食べ物だぞ。色があるってことは現在か。どうした？お腹は空いていないのか？そっか、最近あまり食べていないが大丈夫か？よし、じゃあこれはどうかな。ごめんごめん、これは歌というものだ。好きな歌を口ずさむだけで元気になれるぞ。歌は辛い人生をやり過ごす知恵さ。だから私は好きなんだ。下手だけどな。声が荒れているな。無理をするなよ。でもうまいうまい。この町の灯台に知り合いが住んでいたんだ。もう亡くなったがね。その人がこの歌をよく口ずさんでいたんだよ。手紙を配達しに何度も通ったから耳に残ってしまってね。ずいぶん昔の話だよ。もしかして元気づけようとしてくれているのか？優しいな、ルイーゼは。奇妙な魔力を感じるな。お前も気づいたか、カイネ。ああ、これは魔物なのか。お前らしくもない。考えるより言ってみたらどうだ。カイネさん、どうかしましたか？いや、海岸の町から魔物のような気配を感じたんだ。町の中に魔物が。
ませんか。調べた方が良さそうだ。ああ、入江に行ってみよう。はい、結構時間経っちゃったんで、今回これで以上にしたいと思います。思いのほかイベントが挟まってたんで、時間経ったのかな。はい。じゃあ次回、難破船をね、調査していきますということで。はい、以上になります。ありがとうございました。